大阪府出身、背番号5番の坂本修介です。あんまり関西人っぽいとは言われないですね、はい、でも結構関西弁は普段の会話でも結構出る方で、小さい子供とかにも、この辺の小さい子供とかにも話し方がちょっとおかしいっていう言われたりしますね。まあアスルらしく、走れアスルということで、まあ、チーム全員みんなひたむきに走ってやってると思います。そうですね、やはり一つカテゴリー上がってるんで、スピードとか判断のとことか技術のとことか、まあ、全てにおいてワンランク上がって、まあ気抜いてたら、まあボール奪われたりしたりされるんで、やっぱりそこの部分でやっぱりワンランク全体的に上がってるなっていう印象ですね。そうですね、去年は加入して怪我も多くてなかなか試合に貢献できなかったんで、今年は今から怪我なくチームにしっかりと貢献して、まあ、勝利に貢献できるプレーをできればなと思います。そうですね、まあ、僕いつも奈良の時もこっちの沼津に来る時もディアウォールっていうDIY してて、柱を立てて、で、まあ、自分でアレンジして棚とか作ったりするんですけど、まあ、そのディアウォールでテレビの壁掛けとか棚作るのがやっぱりおすすめですかね。かなり本格的なんですか。そうですね、結構いろいろ調べてたらハマっていって、いろいろ自分で試しながら作っていったら結構完成度高くなって、いろいろ凝ってますね。どちらかというとのんびりしてる感じで、人もすごく良くて、結構なんか人がいいなっていうイメージがすごくあります。そうですね、僕はどちらかというと上手いっていうタイプではないので、まあ、体張ったり自分の特徴の高さとか強さで負けないように、相手に負けないようにそこを意識してプレーしています。まあ、でも自給自足と考えて、まあ、海があるから僕だったら森芋って言ってますかね。あ、でも自分で作れるからな、森芋。あ、DIY できる。そう、木とかで研いだらできますしね。何芋って言う。すごい真面目ですね。やめますか。いや、なんか作り、褒めて。無人島で、でも何ですかね、一つ持っていけるとしたら。そこにずっと住むっていう感じやから、まあでも何もいらないっすかね、逆に。あら、逆に。いきなり大金持ったら人はダメになるって聞いちゃうんで、まあ寄付まではいかないっすけど、ある程度多分あれっすね、還元してもう投資しますね。それこそ株とか不動産とかも買っといて、後々に多分今いきなり1億パッと忘れたらほんまにダメ人間になりそうなんで。株とかやってる？いや、やってはないんですけど、まあ興味はありますね。ちなみに前澤さんは全部還元と寄付をしたと。ああ、なんか欲しいものとかないんですか。欲しいものっすか。あ、でもこれっていうのはそんなに物欲ないんで、これっていうのはないんで、多分1億円はもらってもまあないっすね。まあでもそうっすね、なんか家買うとか車買うとかはまあないっすね、宝くじゃなくて。まあ還元して僕もなんか投資しますね、なんか後々それがまた自分に返ってくるような感じで。うーん、これだけ本当に1週間3食自炊してるんで、1週間分の食材をまず買いに行きますね。
すごいですね、自炊されてて。そうですね、奈良の時もあの午前中練習で午後から働くっていうスケジュールで、で、まあ、1回家に帰る時間があったんで、まあもうそれだったら自炊した方がいいかなっていうことで、奈良の時からもうずっと自炊してて、それがもうずっと染みついて、まあ、変に食べに行くよりも自分で調節した方が体調も整えやすいかなっていうことで、結構買い物行く時はもう1週間分買い込みして、スーパーの袋3つか4つぐらい持ってオフの日に、でそれで買い冷蔵庫にぶち込んで、それを1週間分食べ尽くすって感じ でオフの日はだいたいとあるスーパーに一人で買い出し行って、そういうかもしれないじゃあ得意料理とかってありますか？得意料理でももう本当に簡単な野菜炒めとか魚フライパンで炒めたりとかないんで、あんまり凝りすぎてもなんか結婚できんちゃうかなって思い出してきてるんで、本当にちょっともう誰でも作れるような感じの料理作ってます。それは結婚って発想でましたけど、はい、結婚したい欲というのはあるんですか？したいんですけど、まだいいかなっていう。そうですね、いろいろやっぱ結構作るのが好きなんですね。あ、そうですね、結構なんかないものをから形にしていくというか、まあ、物とかもそうですけど、そういうのはまあ結構興味あるというか、ないものから何か作り出すっていうのは結構好きかもしれないですね。クリエイティブ、確かにどちらかというとそうかもしれないですね。ファン、サポーターの皆さん、いつもアスらしく熱い応援ありがとうございます。これからもどんな時もどんな状況の時も熱い応援をして僕たちの後押しをしてください。応援よろしくお願いします。走れアス。